はい、奈良竹ですね。奈良竹の株です。これちょうどいいですよね。大きいし多分裏白いと思います。あとこっちの方にも、あ、こっちの方ももうすごいですね。ずっと生えてます。はい、試しにですね2つほど周りをが腐ってるやつを、剥いてみました。これちょっと持ち帰ってみたいと思います。はい、また反応切り口ありました。ただこれ面白いですよ。これくるみから出てるんですね。くるみの実から出てます。奈良竹はもう言うことないですね。この食感といい味といいですね、言うことないです。はい、今日は9月4日です、今日はホームグラウンド2に来てます。で3日前ですね、雨の中でフィールドを歩いたのに比べて今日はこのように雲一つない快晴です。でこのホームグラウンド2はですね、来るの久しぶりですね。一夜さんの帰りにチロッと寄っただけで、朝からここに来るというのはですね、早春の行者ニンニク取りに来て以来です。今日は、この森もう少し奥まで入ってですね、美味しい野食材を探していきたいと思います。はい、これはホコリタケですね。この辺いっぱい生えてます。でまあもうこれはですね、完全に成熟しちゃったので、食べれません。これですね、こうすと当てない。もう胞子さえも今出ましたね。これですね、こうやってホコリのように出るので、まあホコリタケと言われてます。もう食べれませんね。この辺にも大きいのあります。あ、すごい出ますね。こんな感じです。はい、ここにキノコ出てますね。はい、これ一見ですね薄平竹に見えるんですけども、これ違うんですよね。波畑って言って、まあ、食べられません。非常に強靭です、薄平竹に比べて。でまあいかにも美味しそうなんですけども、まあこれは食べられないということです。はい、奈良竹ですね。まだ小さいですけども、もういっぱい出てるんです。実はまあこの周辺もいっぱい出てるんです。それでですね、もう実は撮影する前に大きそうなのは採取しました。で実は最初の奈良竹取ってからですね、ここに来るまでの間も放牧場に出てまして、いちいち撮影してられないので、取ってきてます。まあ少し増量したと、奈良竹を増量したということを報告しておかないと、終わった時にですね奈良竹いっぱいあってですね、最初に取ったところチョロだったので、なんでこんなにっていうことになっちゃいますんで、まあ、一応証拠写真ということで撮影しておきました。はい、これ、あ、今光っちゃってますね。今影になって映ったと思いますけども、奈良竹、まあいい感じの奈良竹がちょうど群生してます。はい、実はまあここに来るまでですね、奈良竹いっぱい出会ってるんですけど、もうだんだん贅沢になっちゃってですね、裏がもう白いもので、ある程度の大きさになんないと取らないという形で来てます。まあここの一帯はですね、これこのようにひだがまだ白くてですね、非常にいい奈良竹です。これは取っていきたいと思います。くるみがですね皮の中にいっぱい落ちてるんですよね。それでまあくるみこれ剥くの大変なんですけども、まあ、一方でですね、こうずいぶん前に落ちたくるみはこういう感じでですね、腐って、周りが腐って出てますので、これちょっと試しに持ってってみますかね。これも中が簡単に取れますので、ちょっとこれ取りたいと思います。はい、試しにですね2つほど
周りをが腐ってるやつを、剥いてみました。これちょっと持ち帰ってみたいと思います。はい、バカでかいキノコありました。はい、これ多分ハンノキイグチですね。で、まあ、これも古いのでとても食べられないですが、多分この辺に他にもハンノキイグチあると思います。あ、ここにありますね、食べ頃のやつが。はいはい、ハンノキイグチですね。ハンノキイグチのですね、特徴は、まあ、傘の表面はこんな感じでちょっとだらついてるんですけども、まあ、裏が非常に綺麗な、黄色の観光です。でですね、性変するんですよ、これ。すごい、これ触ると性変。あ、今どん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 青くなってきてますね。で、あと特徴がですね、この絵がですね、こう真ん中につかないと、片方に偏ってる。まあ必ずそうじゃないんですけど、そういうものが多いです。で、まあ、一応刺して美味しくはないですけども、食べられるので、まあ採集していきたいと思います。はい、またハンノキイグチありました。ただこれ面白いですよ。これクルミから出てるんですね。クルミの実から出てます。もちろん食べられるので、持ち帰りたいと思います。はい、奈良竹ですね。奈良竹の株です。これちょうどいいですよね。大きいし、多分裏白いと思います。あとこっちの方にも、あ、こっちの方ももうすごいですね。ずっと生えてます。と、まあ、この奈良竹のですね、株のすぐ横に、まあ、もう出始めました。これ苦栗竹ですね。まあ、栗竹に似てるんですけども、で、裏がですね、これ緑っぽい、汚い色してるんですよ、これ。でですね、まあ、かじるとですね、非常に苦い。で、もちろんかじってペッと出せば、中毒はしないんですけども、まあ、私はもう分かってんでやらないですが、まあ、こういう、毒キノコも、出始めました。これみんな苦栗竹ですね。はい、これは多分卵竹ですよね。まあ、多分卵竹だと思います。家に帰って開けてみて違ったら、捨てます。はい、また卵竹ありましたね。このこっちはどうですかね、これ。あ、大丈夫そうですね。まあ、ツボは取れなかったですけども、大丈夫そうです。あとこっちもどうでしょうかね。これもツボは取るの難しいので、もう上だけ取ってきます。はい、あ、わらじ虫がいっぱいこの中に入ってました。はい、小さいですけども、羽長吹きバッタ、捕まえました。はい、もう帰ろうと思って車のところに来たらですね、これ札幌吹きバッタ飛んできました。また最後にこれ捕まえました。
はい、それでは晩酌の時間になりました。実は今日まだですね、部屋が暑いので氷で飲めるですね、焼酎で、行かせていただきます。はい、それではいただきます。さてと、何からいきますかね。まずはやっぱり鍋からいってみますか。まずは汁ですね。美味しいですね。前回はほこりたけを大量に入れたのでほこりたけの味になっちゃいましたけど、今日はですね、奈良茸だけなんですね。だからここで、食べるのはこの奈良茸。奈良茸も大量に入ってる鍋ということになります。これ奈良茸ですね。はい。奈良茸はもう言うことないですね。この食感といい味といいですね。いうことないです。それではですね、次は卵たけのオムレツいってみますか。で、もう真ん中を端から食べるんじゃなくて真ん中を食べることにします。出てきちゃう。はい、これ美味しいですね。やっぱりこう卵たけっていうのはこう洋風の料理に合いますね。それではですね、ちょっとこの場所を変えてですね、もちろんこれ後でちゃんと全部食べますけども、次はこれですね。これはですね、奈良たけ、残りの奈良たけと、それから半の切り口ですね。半の切り口を、豚肉とごま油で炒めたものということになります。でこれ奈良茸なんですけども、半の切り口もちょっと探してあったったと。これ半の切り口ですね。ここにありました。とりあえずこれだけ、ちょっと食べてみたいと思います。まず奈良茸からですね。奈良茸、次だから肉と一緒に食べますか。はい、はい、これはすごい美味しいですね。言うことないです。美味しいだけで食レポになってないんですけども、いや、とにかく美味しいです。それでは半の切り口、どうでしょうか。これですね。はい、いいですね。半の切り口ちょっと独特のちょっとした臭みがあってですね、でも全然気にならなく食べられます。で実は半の切り口ですね、私トラウマがあってですね、もう20年以上前なんですけども、半の切り口をですね、山のように取ってきて、それで朝昼晩、朝はソテーかなんかですね、昼はパスタかなんかで、夜は鍋かなんかですね、それに入れて朝昼晩食べたんですよ。
そうしたらですね、吐いたんです。最後3食目の後ですね。でこれ別に毒で当たったわけじゃなくて、食べ過ぎてですね、消化しきれなくなって胃腸が拒否反応を起こして、まあ、吐いたんですけども、その時のハンノキ口のですね、香り、味、あれがですねトラウマになってしまって、それからしばらく食べられなかったんですけども、まあ、数年前にですね、キャンプに、まあ、他の人たちと一緒に行ってですね、でその人たちがそのハンノキ口たくさん取ってきたんで、まあ、食べられるし、じゃあ食べようってことでですね、焼肉で食べたんですね。で 肉と一緒に焼いてですね、で焼肉のタレつけて食べたら食べられて、まあ、それ以来、まあ、復活して、ハンノキ口は復活してるんですけども、ただやっぱりですね、こう鍋とかに入れるとですね、ちょっとやっぱり昔のトラウマがまだ残っててですね、問題あるわけです。でもまあこの食べ方だったらほとんど全然問題ないですね。美味しいです。はい、それでは次はですね、三つ葉のナムルですね。これですね、あ、これも結構美味しいですね。三つ葉の香りとごま油の、香りが一緒になってですね、非常に美味しいです。春先、三つ葉春先っていうか、まあ何ですか、6月7月ぐらいがメインなんですけども、またですね、8月から9月にかけて新しい新芽を出してくるんですね。だからしばらくこう柔らかい三つ葉食べられます。それではですね、最後これですね、くるみですよ。これちょっと初めてやってみたんですけども、まあ、一応見事にこのように割れたんで食べられるんですが、これをどのように食べるかなんですけど、ちょっとこのフォークでほじくり出してみますか。うん、あんまり綺麗に掘り出されないですけど、まあ、これちょっと出ました。どうでしょうか。あ、結構いいですね。甘いです。甘い味がします。これをちょっときちんと取り出して、もう一回塩でいったりすれば、結構いいつまみになるかもしれません。ということで、今日取ってきた野食材を一通り食べました。まあ、あとはですね、こんなにありますので、ゆっくり、飲みながら食べて楽しみたいと思います。それではどうも、今日はご視聴ありがとうございました。